汽車すると、夜の車道を渡ろうとしている。左右から来そうな車は、しかし来ない。渡る向こう側のビルの一階に店がある。店番の老人が今、帰宅するところ。ああ、今帰るところだな、と思う。もう誰もいないよね、とこちらから尋ねる。老人は、うん、ただ鍵は、と言うので、鍵は持ってるから大丈夫、と伝える。でも電気は消し忘れたかも。ああ、わかった。老人だからしょうがないな。諦めの気分。店のような印象は会社のそれのようになる。出入り口から入ると他社の社員の姿。階段を上ってすぐのオフィスに入る。鍵は施錠されておらず、照明もついたまま。しかも見知らぬ若い人たちが4人ほどいて、会議だか会食中だか雑談をしている。そしらぬふりをして通り過ぎ、奥へ進む。他社の人たちが勝手に使っているのだろうか。納得しかねるがそんなものかもしれない。よくわからない慣習がまかり通っているようだ。